2011年8月、ザ・チッタデンガにて夏の2大イベントが行われました。中央噴水広場付近では大道芸人のパフォーマンスをはじめ、ミニライブ会場へと変身。今年の出店の目玉商品は日光天然氷を使ったかき氷、秘伝の黒糖蜜がたっぷりかかった4代目氷屋徳次郎のボリューム満点のかき氷。冷たいかき氷は一口頬張るごとに食べた人を思わず笑顔に。一方、クラブチッタでは15日限定の 80s ナイトフィーバーというディスコイベントを開催。会場内には DJ ブースからおしゃれなバーカウンター、ミラーボールまで設置。80年代を中心とした大ヒットディスコナンバーの数々が流れ、6時間ぶっ続けで踊りっぱなしの人も。大勢の人が最後の1曲まで思う存分楽しみ、今年も真夏の2大イベントは大盛況で幕を閉じました。